ミサイル巡洋艦、レイクエリーから垂直発射される SM-3 弾道弾迎撃ミサイル。ミサイル後方に見える壁状の炎はセル内から側面に逃がされた排気が吹き上がったもの。マーク41の垂直発射セルへの SM 装填、VLS は潜水艦を含む艦艇に使用されるミサイル発射システム。日本語では垂直発射システム。 または垂直発射装置と訳される。発射装置には、ある程度の射角度がついている場合もあり、競技の垂直ではない機種もある。保管容器と発射筒を兼ねる、セルと呼ばれる複数のケースで構成される。ミサイルは弾頭を上にした、保管状態から直接、垂直方向に向けて発射され、空中で向きを変えて目標に向かう。弾薬庫と一機の発射機で構成される。 ミサイル発射装置で発生する再装定にや発射機を目標へ旋回させる時間を削減する目的で開発された。マーク 41VLS からのホットローンチの模式図セル内でミサイルに点火して発射する方式をホットローンチミサイルとは別のガス発生器で生成されたガスの圧力でいだし空中でミサイルに点火する方式をコールドローンチと呼ぶ。 ゴールドローン値は、ロケットエンジンの排気と比較して、相対的に、冷たいことを意味するだけで、発射時に生じる温度の工程では区別しない。アメリカ海軍のマーク41のトマホークの、ホットローン知式、発射ホットローン知式はミサイルが、自分のエンジンで、セル外部へ出ていくため、ガス発生機など、付属装置が不要になる。部品点数が少ないため、信頼性が高く、小型軽量で、 開発と製造にかかる費用も少ない。これは小型のミサイルを多数搭載する設計に有利となる。欠点としてミサイルや排気装置が誤作動を起こした場合、発射管を焼損する危険がある。コールドローン知識はミサイルが誤作動を起こした場合の被害を抑えることができる。一定以上の大型ミサイルはブースターを艦船の甲板上で安全に点火するのは困難なので、 ミサイルが大型化するほど、コールドローン知識の安全性の恩恵が増える。アメリカ製の水上艦の VLS は、ミサイルのセルを格子状に配置して、セルごとに区切ったホットローン知識であり、VLS の脇に長方形の排気口が設けられている。フランス、イタリアとイギリスは、パムズシステム内で類似のホットローン知識、シールベイシステムを使用する。ロシアは格子型のほか 一機の発射装置で複数のミサイルを発射するリボルバー型を使用する。陸上発射や水上発射で安全性を重視する場合は、トールミサイルシステムのようなコールドローン知識を使用し、近代的な ICBM と SLBM の大半はコールドローン知識である。中華人民共和国では、乱州級駆逐艦が円形発射艦によるコールドローン知識を使用し、 郊外通型フリーゲートでは1セルに1発を装填するホットローン知識を使用している。アメリカ合衆国マーク41発射機上面の垂直発射セルのフタロサンゼルス級搭載のマーク45、開港された状態フランス原子力空母、シャルルド・ゴールのシールベイイイギリス23型、フリーゲート搭載の VLS イスラエルサール4.5型、 ミサイル低搭載の VLS から発射されるバラク、アイソビエト連邦、ロシアマールシャルウスチーノフの S-300、開発者機3 S-14U 中国、南アフリカ共和国バラー級フリゲートの専用、VLS から発射される、ウムコント韓国インド。ありがとうございます。